フランスのセントラルエイジアパシフィック、カイロブランドスパイシービーフフレーバー、製造は中国、揚げ麺に粉末スープと火薬、調味油、フォークがついています。麺は幅2ミリの細い角南麺で、ちぎれが強いです。気泡感が結構あり、軽くて頼りない食感です。ちょっと湿けたような鈍い歯ごたえで、麺の表面も中心も同じような硬さで、噛み切り感にドラマがありません。量は多いです。スープは濃い茶色で、フォアジャオのチクチクするような刺激が表に出ています。唐辛子の辛さも結構あり、目が覚めるような味です。醤油成分も濃いですが、牛肉の出汁や油っぽさは弱く、意外にあっさりしています。中国っぽい乾いた香辛料が強く出ています。具はネギと人参ばかりで肉なしです。エンドウ豆は発見できませんでした。ヨーロッパ向けにフランスの商社が中国へ製造委託した製品ですが、製造者は分かりませんでした。みんな大好きトントン。